今日はも海外の暗号資産のニュースをまとめていきたいなと思いますけど今日最後まで聞いてもらえればなんとなく今日起きたことが、えーまあ、頭にざっくり入るかなと思うので通勤時間帯とか、まあ、料理しながらとか通学中とかにまあ音声だけでも聞いてもらえると嬉しいですでまずは今日話すのはビットコインと、えー、イーサリアム系あとアービトラムあとはカルダのエーダそしてソラーナヘリウム あとはアバランチソニーアスターネットワークなどなどこの辺をちょっとね軽く全体をねカバーをしていこうかなと思います今日はまあ2万5000ドルをビットコインはえ到達したんですけどまたちょっと戻って2万5000ドルを切った状態になっているとただまあ7日を見ていくとまあ結構多くのトークンが10%以上の伸びを見せてるんでちょっとブルーマーケットが 回復、ね、してきた感じがしますけど、まあ、そんなビットコインなんですけど、まあ、今日はまあ大きいナラティブとしてまあ頭に入れておくといいかなと思ったのはあのオーディナルズっていう NFT の話なんですよでこれは何回もこのチャンネルで言ってるんですけどビットコイン上で NFT が発行できるようになりましたとなぜならまあブロックサイズがまあ4メガバイトかなに大きくまあなったんで まあ音声とととか NFT を入れれるここができたとでまあこれ何を今日まあ頭に入れておくといいかなと思ったのはまあこれ賛成派とえまあ反対派で分かれてるっていうことなんですけどなんで賛成派の人がいるかというとまあビットコインにもっとユーティリティが出たということはまあいいことだよねっていうことでまあ言っていると。 一方で反対派は、まあ、こういう NFT とか、まあ、音声とか動画とかがどんどん入ってくると、まあ、ガス代も高くなるし良くないよねと。で元々はもっとピュアな金融的なトランザクションのものに使われるものだったからこれはサトシの描いたビジョンじゃないみたいなことを、まあ、言っている人もいるということなんでまあ別にあのみんながどう思うか 別にして、まあ、一応そういうディベートがあるんで、まあ、こういう記事にもなっているというのを頭に入れておくといいかなと思います。はい。で、e s a r e ムに関して言うと、まあ、本イーサリアム本体に関してじゃないんですけどアービートラムっていう、まあ、レイヤー2のソリューションが、えー、今回 DX のボリュームで1日当たりのボリュームで言うと BNB を超えたっていう話が出ています。 で、えーまあ、アビトラム最近すごい人気でもうポリゴンなんかも超えてカントも超えて、えー、来ているとで BSC をまあ超えるよということなんで特に24時間のボリュームでいうとねなのでこれはすごいことだよねとでなぜかというと、まあ、メジャーなス、まあ、司スワップだったりとか、まあ、いろんなものもあるし、まあ、GMX とかね d o ド o とか、まあ、キャメロットとかこの間も紹介しましたけど アービトラムのプロトコルもかなり充実してきていて <laughs> ユーザーが増えてるんでそれがかなり貢献してるかなと。であと多分みんななんでアービトラムを使いたがってるかってアービトラムのトークンが今後出てくるんですよねでこれ結構チャンスで多分数まわ、あ、かんないけど数十万数百万場合によっちゃ数千万みたいなエアドロップって初期のユーザーにされることがあるんですよ。 ユニスワップも1000万円以上エアドロップされたっていうことで有名ですけど、まあ、同じようなことが起きる可能性もある。なので、2023年中にはね、トークン出てくると思うんで、まあ、それの期待感も多分あるんじゃないかなとは思うかな。OK。カルダノ。カルダノは、えーまあ、いろんな議論がされていると。で、まあ、簡単に言うと今なんかちょっと熱い議論をされていて、っていうのが、 コンティンジェントステーキングっていうのが今後実装されるかされないかみたいな,なんか話がどうやらあるそうですと。で、これはなんかアロンゾのハードフォークの時になんか新しく紹介されたもので、で、これはステークプールのオペレーターが特定の条件を指定することができるようになると。で、その指定した条件によって、例えばそのファンドが リリースされたりされなかったり、引き出しできたりできなかったりっていうのが決まると。で、大きく言うとまあタイムベースっていうのと、時間ベースのものとアクティビティベースのものがあって、タイムベースは、えー、一定の日時の時に、えー、リリース化されるよと。で、アクティビティベースは、えーまあ、一定のなんかア,クアクションを起こした、もしくはネットワークの、えー なんだろうなマイルストーンが得られたときに、まあ、ファンドがリリースされるみたいな話でこれで、まあ、あのいいねっていう人もいれば何か悪いねっていう人もいて、まあ、中央集金が進むんじゃないかと例えば複数のオペレーターが同じタイミングでリリースしたら売り圧が増えて値段が落ちるんじゃないかとかね、えー、まあ,あのそんなような話が批判もあるとただ、まあ、チャールズ・ホスキンソンさんからすると いや別にそんなのはまあ大したリスクじゃないということでえ一応反論が来ているという感じでまあカルダノの中では結構厚く議論をされている感じなのでまあ興味があればねググってみたらいいんじゃないかなと思いますで次エーダスワップまあエーダ関連で言うとあのレイヤー通常で結構エコシステムも増えてきてるよっていう話で一つの例まあ事例がエーダスワップで TVL がまあ上がっているよと いうことになっていると。まあ、APR も高いからということかな。はい。まあ、レイアツスケーブルソリューションのま i r k o メ e で a、えー、の DEX なんですけど、まあ、うまくいっているよということですね。はい。たくさんの人が使っていると。で、これがちなみにサイトなんで、まあ、プラットフォームとしてどうかっていうのを見,見てもいいんじゃないかなと思います。駆き足ですけど、次行きましょう。えー、ヘリウム。 まああのインターネットのなんていうんですかねまあなんかネットワーク系のまあプロジェクトなんですけどえー、まあそれがソラーナにまあ移転するよっていう話がああるんですよ。<laughs> でえー、それがまあアナウンスがおととい昨日されてで三月二十七日末にはえー 序に行くということなんで、まあ、これはまあヘリウムにとってもまあいいことかもしれないし、まあ、ソラにとってはまあ確実に嬉しいことですよねはいなんでまあここに向かってそのプライスがどうなるかっていうのがいろいろ議論されているということなのでまあこれは結構大きい違いなんじゃないかな、はいまあ、ただそうですね、まあ、若干ね価格は上がりつつあるものの まあそこまで大きいアクションではないので、まあ、これがどういうふうに捉えるかというのは気になるところかな、はいで。次はアバランチなんですけど、アバランチの、えー、サブネット上に、まあ、d o s ラブドスラブってというゲーム会社が、えー、ローンチをしたよということですね。でドスラブはゲームスタジオで、まあ、なんか1000万、40万人のデイリーアクティブユーザーがいる、まあ、ゲームデベロッパーですと。結構でかいよね。でこれが、まあ、ドスラまあそのアバランチのサブネット上に えー、ーンチをしたとなんで、まあ、これはまあ、ゲームのエコシステムが増えるという意味では、すごくアバランチにとってはいいことなんじゃないかなと。で、<laughs> でバトルロイ,ロイヤルゲームの、えー、メタドースっていうのが、まあ、あるよということなんで、まあ、興味があれば、あとアバランチ好きの人がいればね、まあ、応援してもいいんじゃないかなと思います。ちゃんとしたスタジオっぽい感じかな、見てみる感じは。 はい、で最後なんですけど、えーとね、ソニーとアスターネットワークが、まあ、一緒にインキュベーションやるよということで NFT とか DAO フォーカスのプロジェクトを支援するよということみたいですで、えーまあ、よくある大企業とのコラボレーションで、まあ、一緒にやろうよということで、まあ、いろんなプロジェクトに対してアドバイザーになっていくよとあとは、まあ、デモデーみたいなのがあってアルケミーベンチャーズとフェンブシーキャピタルとかドラゴンフライ などなどの、えー、ところから、えー、もう関わってあと6月にジャパンブロックチェーンウィークっていうのがあるらしくここでねなんかデモデーがあるんだってなんで、まあ、日本のね皆さんは、まあ、見てみてもいいんじゃないかなと思います行ってみてもねはいということで、まあ、今日はこんな感じですかねなんで、えーまあ、ソニーも動くと まああの例えば日本の会社で言うとスクエニがもうすでにポリゴンで、ね、ゲームを出すよみたいな話もあったりとかするんで徐々にあとドコモとかね日本の会社もいろいろ大きく動いていくんじゃないかなと思います。はいということで今日はこの辺で終わりたいと思いますけどまたいいねと思ったらいいね押してチャンネル登録押してベル通知もお願いしますメンバーシップもお願いします。ではではは